では一度継ぎをついでいきます。一度継ぎは勢いよく一度で継ぎ切るので一度継ぎ。今日のゲストビールは札幌ビールの白ほのかというビールですね。ビールを作る時のビール酵母が室下で残っているので味わいがあるまろやかな味が楽しめます。小麦を使ったビールなので白く濁っているのが特徴ですね。はい、どうぞ。ゲストビールの一度継ぎです。